の花子のブリリアントサンデーナイト。ウィースナイト。こんばんは。お元気でいらっしゃいますでしょうか。ですが5月です。ね、暖かくなりました ね。でも寒い日もあって大変ですよね、うん、でもいいな5月って。いいですよ ね。そうで私ねもうね仕事ちょっとして疲れると、うん、焼き鳥が食べたくなるんですよ、うん、それで、うん、あのこの番組が終わった後ですね、うん、テケテケっていう、うん、あのチェーン店のところに行ってね会議をしてたんですよ、うん、その焼き鳥が大きくて美味しいもんですから、うん、自分のうちの近所のところで、うん、チェーン店だから行ったんですよ。そしたら焼き鳥は同じように大きくて美味しくて元気になったんですが、そのこのあの水広町のそこのお店と違ってですね、うん、ブースになって分かれてないもんですから、うん、あのただのフリーな感じでね。そうそう、でものすごいサラリーマンの人たちが金曜日、あ木曜日の夜だったかな、うん、もうみんな仕事終わり盛り上がってギャー耳が痛いほどみんなであのね、まあ、いいですね日本人の世の中盛り上がってるのが一番ですよ。なんかあのすごい、ね、あの連休のね5月の連休もみんな楽しそうでしたけども、うんうんうん、そのあの人たちもとっても楽しそうにしてるのに私がこの、あのラジオのためにですねいろいろこう一人でこれ聞いてですね作ってたもんですから、うん、その、 あの大勢の方々が気ぃ使っちゃって、うん、静かにしろなんて言っちゃって、まあやる場所を間違えたということですね。そうなんですよね。だからね焼き鳥が食べたかったんですけど、ね、あのその気を使っていただいた方も、まあ、申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。テケテケでした。申し訳ありません、ね。もう本当にあの実はその何ですかあの、コロナでちょっと円安になっちゃって、うん、それであの材料費が高騰ですか。だから、はいはい、あのものが食べたいのにっていうのをこう量を減らしてお値段一緒っていうのはあるじゃないですか、うん、ありますあります。それがねがっかりするんですよね。お金あげてくれてもいいからあの同じものが食べたい真逆の人たちの方が多分多いと思いますけどね。あそうでも、うんでもあれが食べたいって、うん、あの外食するっていうことはそれ目当てに行きませんか。 そうか、そのことですね。でじゃあ焼き鳥は大概今ね世の中ちっちゃくなってる気がする。はい、わかりました。じゃあ今度私が家であの焼き鳥を。そうですね、うん、昔ねあの焼き鳥屋さんを積もうかってしてたぐらいなんでその話は忘れてましたが、いやあの何を言ってんだこの人と思ってたんですけどでもあのなんか焼き鳥ってあのなんだっけ、串に刺すのが力がいって大変なんだって話をして、本当あれが難しい。なんかえちょっとあのなんだっけ包丁とかビッて入れるとかじゃなくて、じゃない、あこうやって入れる、ちゃんとこうやってグイ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 とこうね入れるわけです。何言ってんだろうと思ってたんです。で炭を起こしてで、あそれいいですね、お家でできればちゃんとあの焼き鳥屋さんにあるあれがあるんですよ、うちに。あらあれが本当になろうとしてたんだ。いやそういうわけじゃない。あれでもなんか、うん、あのおじいちゃまとおばあちゃんのやってる近所の、うん、あの焼き鳥屋さんを積もうとしてると。そう子供の頃から行きつけだったねのところ。あらこれ綺麗なのが聞こえちゃって、うん、申し訳ございません。これ実は私あの青春でね、うん、あの高校3年生の時にドイツの講座っていうのを見てたんです。音大に行きたいもんですから、うん、カウフマンっていう人の歌っている詩人の恋っていうのの1曲目、うんうんうん、でもこのカウフマンっていうのはものすごい深くて僕あのロシア人かと思ってたんですよ。あそうですか。ドイツ人なんですね、はい、でもこう聞くとブンダリヒっていう方いるじゃないですか、はい、あもう近い感じ で、ね、こういうにも歌えるんだなと思ってびっくりしたんですけど、もう今ソプラノのがみんな好きなでカウフマン私と誕生日同じ、すごい話ねやっぱ ねぴったり、すごいすごい7月10日でしたって、はいはい、納豆の日納豆、うん、納豆でそれもそれもね
私より3つちょうど3つ下ってことになりますよね。あらそうなの、うん、どっちがあれかお若く見えるわ。いやいやいや、わからないですけどもね。本当にね。いやこのね、この人情熱的なね、歌がね、ね、本当たまんないです、ね、あの気に入ってて、ね、あの他のシューマンの曲でピアノを習ってて弾いてたんですね、うんうん、でドイツ語あのそのテレビでこの曲聴いた時、こんな綺麗な曲があるんだ、ね、この伴奏なのに伴奏じゃないすでに。そうね、バンも弾くのも難しい、うんうん、ねえ赤馬、うん、いやかっこいい、ね、2曲目ちょっと早くなって2曲目ちょっと早くなって「リローチャテリーデデデ」そんな曲でしたね。あ、そしてね、実はね、そしてあのどまたこのドイツずくめで申し訳ないんですけど、あのそのポルカの話でやってた時に、うんうん、あの楽隊が演奏していて、うん、5月あウィーンは5月が一番綺麗だっていう曲だと思ってたら、うん、実はウィーンはよの夜は美しいっていう曲だったんですね、うん、これよく知ってる曲ですよね。綺麗な曲、ね、なんか夢見る、うんうん、感じですよ ね、うん、ね、なんかこう寄ってくるとバレエの人がちょっと避けるみたいな動きしてません、ほらちょっとね、これ違うのかな、避けた避けてるわけじゃないんです、歌ってる変なおばさんだと思って避けてるわけじゃない、うんうん俺たちに光を当てろみたいな当てろみたいな感じですよね。これ多分だから影になってるんじゃないんですね。あのウィーンの、ま、夜の街は恋人がねいて素敵だっていうことになってんじゃないんですか。そ う, う、ねまあ、そうでしょうね。ちょっと 、逆にちょっと大きくして、うん、私たちワイプでお願いします。可愛いんですよ。そしてこの正統的なこの、ね、いい声、いい声、うん、そしてね袖がでかすぎる綺麗な人が、あ、私たちのワイプ反対になります。これこの人袖が大きすぎるんですけどね、歌うまい、はいはいはい、ねえすごい袖が大きいなねえ、肩パッドどころじゃない、ね、これ、うん、あのベルディっていうテアトロベルディっていうところで、うんうん、2012年にアップされてるものなんですけども、あのだからじゃあまだね、そうですね、ちょっと前で12年前ですね、うん、ねえ、でこのイタリアのヴェルディの歌劇場でこのね、うん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 、ウィーナリートをやるっていうのもまた確かに、フェイスブックで見ました。この方々のあの、うんうん、ディツィアーナ・カミニーティさんと、うん、ダニエラ・マッツーカートさんっていう人のどちらかが、うん、あダニーあカミさんの方、あカミニーティさんの方だったかな、うん、なんかフェイスブックでほうほう、あの今まだ元気に活躍しているような感じ の, そうなんですか、の見つけましたけど、本当に正統的なこう声楽のソプラノの、ね、うん、懐かしいぐらいの、わかりますわかります、うん、言ってる意味よくわかります、ね、昔こうでしたよ ね、 ね本当に、そう嬢ちゃまの役なんですけどね、袖でか、そう、それでね、まあ、このあの私は5月の夜、5月がウィーンは美しいって思ってってたんで、うんうん、当時一緒にやってたあのお友達に、うん、あの LINE してな、うん、どの曲だっけって聞いたんですよ、うんうん、そしたら教えてもらっていろいろ探してみたらこれを歌ってたって、この人たちの綺麗だなと思って、こういうの、こういうの、ね、いいですよね、日本でもやらないですかね、うん、歌とこうバレエとあの、ね、コラボレーションのこういう、ね、でもそういうのあるんでしょうね、あるといいですよね、ね、あら、あ、いい声だ、おあら、まあね、素敵、うん、素敵でした、そしてね、なのでちょっと今日はウィンナーリートで攻めちゃって悪いんですけど、うんうん、なんかその5月のそのがそのになるとヨーロッパっていうのは春らしくなるんですか、うん、だから5月に関するそういう歌がたくさん多いですよね、ありますよね、それで持ってきたのがあのプラター公園の春っていう、今のこの、ウィーンの夜は美しいっていうこれも実はですね、うんうん、調べちゃったんですけど、うんちくこロベルト・シュトルツという人が作ったそうなんですが、うん、この方はですね、戦前ですね、アメリカに渡って映画の音楽も手掛けたんだけれども、うん、あの祖国に最後のは戻って、うん、そして1975年他界するまで、うん、あのウィーンのワルツの正統を保持する最後の指揮者と言われていたと、そしてあの
カール・ベームという人と、あのすごい指揮者ですね、はいはい、あのなんか戦後で2人同じ通りであのアメリカに住んでたんだそうです、うんうんうん、それでプラター公演のあるっていう曲があるんですけど、それ私もその、あのウィーナリードのところでたくさん歌ってきた曲なんですが、はいはいはい、それはあのこのシュツォルツさんがあの作った曲だったのに、カール・ベームさんがあのウィンナーのリードの古い曲だと思ってたって、ね、だと思ってたね、だと思ってたっていう素敵なお話なんですよ ね、それで出会っちゃうんです ね、すごい話ですよ ね、カール・ベーム先生ですよ ね、時代が良かったので、確かにベームを、うん、あの武蔵野音大呼んでませんでした、式でベームじゃなかったっけ、ムーティーだっけ、いや、合唱で呼んでたことがあったんですよ、そのバブルの頃、はい、でもベームじゃなくてムーティーだったか、ごめんなさい、ムーティー呼んでた、呼んでたよ、すごいお金持ちの時代だったんですよ。もっとあのもっとっていうか、すごい有名な方々呼んで、ね、ブロムシテス先生も呼んでましたね、あの N 教で、ね、名前がもう出てこないぐらいすごい先生たちがいっぱいおられましたよね、うんうんうん、でね、そのこのアンナ・モッフさんなんですけど、うん、のを今日は お持ちしましたので、うん、いやというかもう本当に YouTube 様々で、うん、アンナ・モッフのプラター公演があの映像が見れると、私も、うん、映像じゃないかもしれないですけど、歌が聞こえるとは思ってなかったのでもう嬉しくなっちゃって、うん、ちょっと私のあのね、うん、ニッチな趣味で申し訳ありませんが、うん、ウィンナーリードファンの皆さんにも喜んでいただけると思いますので、はい、あのお聞きいただきたいと思います。僕もちょっと楽しみに見させていただきます。ぜひともアンナモッフさんでプラター公演の春どうぞ。どうぞ。Es muss für den Frühling Zeit sein.
Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand, no, I can't understand how life goes on the way it does. Does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye.音楽コーナーこんばんは、バブリー花子。あなたは誰？あなたは誰？マスクを取れ変態。あ、じゃあ、あ、帽子も取った。あなた誰ですか？カシャ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 、知る人ぞ知る。させるかななんてね、ピンクのメガネよ、みんなどうする？もうということで、うん、あーとかラーとかキーではない、なりぼうの、うん、ね、そんななりーぼう、なりーぼう今日はなりーぼうと一緒にバブリーさんにね、負けないようにちょっと何かしようと思ってね、やってみました。ありがとう、盛り上げていきましょう。じゃあ今日のところはね、はい、そして今日ね、うん、
だけど最初から不法の話、もうなんか私のうち の、 あの調理師さんをやってらっしゃった藤子、はいはい、ヘミングさんが亡くなられたと、ねえ、92歳でらしたと、ねね、4月21日に亡くなったそうです。ご冥福をお祈りいたします。うちのね娘がなんかあのオペラシティかなんかで、はい、なんかコンクールかなんかを受けるときにトイレでお会いして、うんうん、ちょうどなんかあのリハーサルをされてて、うん、でトイレでばったり会って、うん、であのサインをもらって、うん、サインで最後のところにこうあのチューってあのキスマークをねつけてもらって、もらったよっていうのを覚えてるんですけど、ね、大きな方なんですよね。なんかね、なんかなんとなくガッチリしてますよね。あのその中あのキスマークも大きかったんですか。大きかったと思います。はい、過保になりますね、はい、なんかご苦労なさったみたいなんですけれども ね、 ね、 あのでね、あのそろそろこれが終わるとねかけていただけるんですけども、藤子ヘミングさんといえば、うん、あのラカンバネラという曲の、はい、リストのね、はい、で60歳ぐらいからこう活躍なさり、あの日本でも、うん、あのメディアに出て活躍なさった飛ぶやつですよね。そうですね、タカ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 、立派に言いとられて、うん、私あのそれで私たち歌い手ってあんまりパガニーニって名前知ってるけど、パガニーニこと調べた時あります、うん、言えてませんね。言えてないですね。パガニーニパガニーニ、あ、惹かれますね、ねえ、うん、本当だ。もうちょっと大きくなりますかね、この音が、あ、私の、あ、ありがとうございます。あれ僕の音が、ね、当ててますか。そう、本当にこうしっかりした体をされて、こう重い音が出て本当に立派に弾いておられるんですよね。でパガニーニ、これほらもう南極っていうことで、皆さんがこうなんていうの、まあなんかこっちなんですけど芸を見せるみたいに弾くわけですね、はいはい、でもこの人はなんかほら歌が聞こえません、歌って、うん、こう歌ってるのが聞こえない、なんか歌ってるように聞こえるんです。私音がです、うん、私ね鳴ってないんですよ。あら、それはこれを大きくしてもいいですか、うん、あら残念。あ、ここオン、一回じゃあこれでどうですか。あのすいませんね、それでちょっと事故がこちらで起きてるんですけど、はい、それでそうなんですよ。それで藤子さんね、これあそこ立派に、これもね70歳ぐらいの時の映像なんですよね。もう素晴らしい演奏で、でこのパガニーニっていう人をね、だからあのちょっと説明させていただきますとですね、もう12歳ぐらいでもバイオリンも教えることないって先生に言われたぐらいで、お父さんが商売人で、あのもうすごいあのスパルタでパガニーニさんに教えてですね、まあ、悪魔崇拝みたいのがあって、あのゲーテがファーストを書き上げた頃もこの頃なんですって。おで、まあ、この人自身は、まあ、主戦度に 女好きだと言われていてで、なんかまあその、まあ、教会とかとかすごく仲が悪かったと、あのいう話で、はいはい、リストやシューマンやシューベルトを魅了してですね、うんうん、なんとロッシーニとお友達だったと。でロッシーニのなんだ、マルティマルティマティルデ・マティルディ・ディ、うん、あ、マティルデ・ディ・シャブランっていうオペラ の、 あの指揮者がある時、あの急に病気になって出られない時、はいはい、あのかあの彼がパニーがロッシーニのオペラをあの振って、それもそのワンルーにバイオリンでそのスコアを弾いて、こういう音楽だってみんなに教えながらやったとかってウィキペディアっぽいのに書いてありました。だから今突然思い出したんですけど、うん、あの昔あのスペインとかフリアンガジャーレっていうテノールがいたんですよ、うんうん、それをあのホセ・カレーラスさんとか、うん、あとあの人ドミンゴ、うん、フルパバロッティ、うん、誰、クラウス、クラウス、うん、クラウスさんがあのその話を映画にしてるんですよ、うん、パガニーニのこと、いや、うん、っていうかそのフリアンガジャーレ、はいはいはい、でそこにパガニーニいました。本物が、本物っていうかパガニーニ役の人、あ、びっくりした。なんかもうすごい人気でね、タバコ屋なんかにも名前が出ちゃうって売ってたりとかする。あ、そうで、実はこれこれは
これ実はそのね前にもかけさせていただきました、うん、リーダークライス、うん、そうの中の、うん、フルーリングスナカトっていう曲なんですけども、はいはい、愛の参加とメロディーが一緒だってやつなんですけど、うんうんうん、これね聞いてた時実は藤子さんのねピアノを私本当はかけたかったんです、うん、これね全部やってもこの方は1分14秒でお歌いになってるのね、うんうん、だところが藤子さん4分もかかってお弾きになってゆっくりね表現される方だからね。そうそうで、うん、それがね歌より歌に聞こえる気がして私はあこんな風に歌いたいってすごく思ったんですね。それで今日は藤子さんの追悼ということで、うん、ちょっとパガニーニの方は皆さんも YouTube でもたくさん見れますので見ていただいてですね、うんうん、藤子さんの心の歌のように思うんです。本当にきっと、ちょっと楽しみですね、はい、この歌詞の意味もきっと理解なさってお弾きになってたんだと思うんです。もう涙出るような演奏ですのでぜひお楽しみまずいただきたいと思いまして、うん、それでは藤子ヘミングさんでシューマンのフルーリングシナーテどうぞ。すみません皆さんちょっと事故の方が起きてしまって、うん、せっかくなんですけど、ね、流れなくなっちゃって、ね、ごめんなさい。今一生懸命今ちょっと修復中ですので、ね、スタッフさんがやってくれてますね、やってくださったので待っていただきたいと思います、うんうん、本当にねなんかまあストト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 っていうのがもうゆっくりこう、うん、そうですねやるタラランタタラララララぐらいのテンポなんですけどね、うん、それで藤子さんがお弾きになるんですよね、うん、絶対ね歌詞を覚えていて彼女が歌いながらこう弾いてるんだなっていうのが、だからこう思い出しているんだろうな、いいですね、一つ一つの言葉ヨーロッパにも言っておられたから、うんうん、きっとドイツ語なんかも堪能でいらっしゃると思うんですよ ね、まあ、うね、うんうんうん、だからちょっとゆっくり一回ちょっと、うん、バブリーさんゆっくり歌っていただいてもいい。いや私歌ったことない、あなた私もう私も歌ったことないですけど準備できたみたいです、できたみたいです、うん、じゃあちょっと聞いていただきまして、改めましてどうぞ。
敵でしたね。本当ね、本当、ね、ヘミンさん本当に、うん、あの世で、あの世でってか、うん、ごめんなさい、あのゆっくりなさっていただきたいと思います、ご苦労された一緒でらしたっていうことでしたので、素敵な音楽を私たちに残してくれた偉人だったんです ね、 ねって感じ。ありがとうございました、ね、ございました。そしてね、この季節、うん、あのひなげしの花って皆さんご存知ですか。歌は知ってますけど、知ってますよね。今花自体は見たことないかもしれない。あのね、ケシカなんだよね。だからあのでも全然そういう麻薬とかそのではないんですけれども、はいはいはい、あのケシの花、だから見たことがない、うん、今ポピーってやつ、あー、そうね、あの可愛い車にじゃありませんよ。あれは違う。そう、うちの近所のあれ基地に咲いてんです。そんね、ひなげしの花って言うんですね。可愛いね。あのケシの花みたいにこう、うん、あのなんていうの、壁がすごく薄い花ですね。うん、それで何色なんですか。私のうちの近所のはちょっとオレンジ。なんていうかこうくすんだオレンジなんですけど、いろんな色あるんだと思いますよ。そうなんですね。でそれをね、うん、あの実はこれ三河健一さんが歌ってるのがあるんです。皆さんご覧になっていただきと思う。サソリ座の女、ね、そうです。じゃあまずは三河健一さんで、ひなげしの花どうぞ。私思うんだけど、うんうん、この内容実は三河さんの歌い方の方が合ってたりとかするんですよね。失礼の歌ね。確かに ね、 ね、確かに確かに。そうでもね、うん、あのアグネスちゃんの可愛いの持ってきました、うん、皆さんご覧になっていただきたいと思います。でも、ね、私の頭の中では丘の上ひんなげしって僕ずっと覚えてました。なんか丘の上っていうのを間違えて覚えてたんだって、うん。あ、そう。あ、誰かの歌手の人に、うん、あなた丘の上じゃないわよって言われたっていうのなんか語りました。そうなん。間違えて歌ったんだって。でももう子供心にというか、もうそれがインプットされてます。お、なんか歌だとそうなるんだと思ってました。ちっちゃい。確かに。でね、あのすごい可愛い彼女のね、可愛いショットいっぱいのやつが出ますので、お楽しみいただきたいと思います。それではアグネスちゃんのひなげしの花。どうぞ。 どうぞ。
ひなげしの花、風に揺れてたぜ。千日紅も咲いているんだよな。いい季節になったもんだ。となるとまた来ちゃうこの場。今日も5月のラフロイグ飲みに来ちゃったよ。おっ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 、酒瓶の輝きが俺の心を浄化するのさ。ピーポーピーポーになってるな。おっ、見知らぬ者がこっちにやってくる。すみません、お隣よろしいでしょうか。Be many other nights like this, and I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I may kiss.But they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another?Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another you?5月の曲ってもういっぱいありますから ね、 ね、まだね、今日もう何曲か、ね、用意してあったんですけど、てんこ盛りにしてやったんですね、うん、全部お届けすることができず残念でしたけど、ね、何でしたっけ、フランツ・フリーデルさんって、ね、そうですね、日本名なんていう、津川明さんとかね、あとブランデリーブレンダリーブルースリーじゃなくて、ね、そうブレンダリー2つしか同じじゃないんだけど、はいはい、同じスーケの人だって言うんでね、すごい上手 な、 なね、小柄な人 で、 そうですね、でもすごく上手な方ですよ、さっき流しましたよね、そうです、ね、この世の果てまで有名ですよね、で日本の曲も歌っておられたのでびっくりしたのね、思い出のバラって言ってね、そう、それも熱唱していても釘付けになっちゃったんで、そうそうそう、今日お届けしようと思ったんですけど、うん、時間がなくなってしまったんで、また津川さん同じ曲で5月のバラっていう名前で、そうです ね、 ね、同じ曲ですよね、はい、そして思い出のバラっていうので B 面に入れてたみたいですね、うん、ブレンダーリーさんがね、そういうことなんですね、はい、私、うん、ほうほうほう、もうそのこの世の果てまでっていうのもどうしても今日はあなたがもういないのに、うん、あなたが前田さんさん、日が昇るし鳥が鳴いてんだよ、あんた死んじゃ、うんうん、あなたが行ってしまったのにっていう歌なんだよね、でなんか切ない、切ないですね、今そういう方 いらっしゃるんですかね、どの誰にですか、 今時な、今時、あ、どうなんち、みんなめんどくさいから恋愛しないとか言うんじゃないの、わかんないけど、ね、そのなんかスリリングさとかさ、うん、そういうのが、うんうんうん、まあ恋
ていう名前になって、うんこううんうんうん、苦しんでるから、うん、それがああいうあなんていうのハイネの詩になって、ねね、そういう、ね、情熱的に歌っている男性歌詞や女性歌詞に胸をときめかしてきたわけですよね。確かにまたそういう時代が来るかもしれないですね。と思いますよ、ね、もう繰り返してますからね。うんですね、うん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 、やっぱり人間は人間の声や人間のこう皮膚に触ってこそ、うんうん、あの人間だから、はいはい、間水をだと思いますね。なんか結局は最初はサルマネからじゃないですか、うん、だからなんか人間あのなんかこう先生って言うとバカにしちゃうような風潮もあるらしいんですけれども、うん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 、先生を見て教えてもらってっていうのを私はとっても良かった。とっかかりというかねきっかけっていうのも大事ですからね、うん、本に書いてあるものを読んだり、うんうん、そういうものをあの見たりするよりも、うん、あの人の言葉で聞くっていうのが、うんまあ、自分が 何かそのこういいと思うことに出会えるっていうのがまた大事ですよね。そうですね、うんまあ、世の中こう何がいいとか悪いとかっていうのをどん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 変化して、うんかんね、あの何がいいんだか、ねうん、ってありますけどでもまあ自分がいいと思ってることを続けることが大事でしょう ね今過渡期ですからね、うん、そのデジタルへの ねで、うんうん、全てをあ古いものをあのその古い人たちが新しいものを入れないから、うんうん、あの新しいものを持ってくる人たちが古いものをこう全否定してしまうようなところあるんですけど、うん そ, うですよね、それはちょっとだって今 の,、うん、あの曲もそうなんですけどこれは私がひあの歌わせていただきますが、うん、テンダリーというですねテンダリーって優しいリーですね優しいリーやリーキのリーブレンダーリーブレスリーブルースリーっていうかまあ6月私はなんかこの曲6月のイメージでそのそうですねそうこれ、うんうんうん、あの今日はあのドイツ語講座で聞いたあの、うん、最初のあの最初なんだっけあの曲ね、うんうん、あのドイツ人とはブンダーシェーンモナト前ですね、うんうん、シューマンの曲から行きましたね、うんうん、ありがとうでもちょっと歌ってよ、はい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 、ねまた聞いてみたいもんですよ ねなりちゃんのあのなりぼうくんのあのドイツリードもね、うん、なんかあのその私の青春の歌でしたがこれもジャズを覚えたての頃のあの最初のに覚えた曲の一曲のテンダリーっていう曲です。なんて魅力的な歌詞だと思いましたね。なんかそうでシャワーって言うんですよそのあれ雨が降っているっていうことが、はい、それであのキスって言うんですよシャワーがキスですよ。おーと思いましたね。はい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 、歌にはいろいろ、うん、あツイッターのコメントまた今日も皆さんありがとうございますです。今あ係の方が持ってきてくださると思う、うんね、ありがとうございます。あどうも頂戴いたします。今日はあら、うん、花初めて花さんが暮らしたの、うん、こんばんは初めてコメントさせていただきます。私もカウマンの歌声が好きでよく聞いていました。どうも、うん、どっちも、久しぶりに聞いてもやはり甘い深みのある声で聞き折れました。ね、いい声だった。素敵な時間をありがとうございます。私たちも嬉しいです、ね、共感していただいてありがとうございます。かけた、うん、もう妙理につきますよ ねこんな、ね、花さん書いてくださってありがとうございました、ね、本当に皆さん本当にあの心を励まされますです。ありがとうございます。ありがとうございます。今この画面見てたらいいなんかこうねいい話してたんですけど僕こんな眼鏡かけたまま。あじゃあ あ, あ, あ誰よ。分かんない。じゃあもしもしもし早くもし早く早く撮ってねえ。じゃあちょっと早く今日ねあのみんなにも驚かれて、うん、あのうーんきちぎっていうところに出てるんですけど今日スタジアってから来てくれたんですが、ね、そこでもみんなにドン引きされてたらしいですこのメガネでね。うん、私もね今日会いした時びっくりしましたよ、ね、まあ帽子かぶったダメマスクとうとう、ね、面白いところが出てきました ね楽しみにしてますね。いやいやいや出てきてませんよだそうだそうということで楽しみにしております、ね、あのなかなか忙しいところでまた来てくださいます。5月次は26日ですのでの19時から中村花子のブリラントさブリラブリあれブリアントサンデーナイトウィズナリボーね、お会いいたしましょう。元気で皆さんまた三寒四温続いておりますので元気であのまた再来週5月26日26日ね会いしましょう、はい、では皆さんごきげんよう。ごきげんよう。
I can't forget, hopeless way, bless your sweet.